はい、お対応でよろしくお願いでございます。こんにちは。はい、今日ちょっとね、様相がいきなり ちょっと違うということで、まあ準レギュラーの、はい、準レギュラー連日登場です。昨日もね、ちょっとテクニクスさんと、ロケをして新作のアンプを、紹介させてもらったんですけど、今日はですね、なんとちょっと記念すべき日になったということで、わざわざ東京からですね、3名、まあ上松さんもね、はい、あれですけど、お越しいただいたということで、なんとですね、この度ですね、おたえオーディオプレゼンツで、アニソンオーディオ部というのを立ち上げたということで、ということで、まあアニソンのですね、まあ音源を聞いたりだとか、まあそのアニソンファンのその立場からそのオーディオを見たらこうどうなんだろうとか、まあ結構ねお客さんでもそのアニソン聞きますよとかもうめちゃめちゃ増えてるんですよ。そうなんですね。そうだからちょっとまあ今回ねこういうものを立ち上げてちょっと積極的にですねサポートしていこうという企画でございます。はい、陽介部長。部長でも勝手に企画書でそうなってたんで三沢さんが、はい、僕らで決めたんですよ、はい、部長でいいですよね。まあまあ年上だしね。はい、で、一応ですねこの方々がもう誰やねんという誰やのことだと思いますので、ちょっとじゃあ端っこの三沢さんからですね、自己紹介をお願いしたいと思います。はい、はい、アニメのプロデューサーをやっている三沢と申します。普段は、うん、まあ、映像の方のアニメを作る方がメインなので、音に関しては、うん、声優さんのアフレコとか音楽は、うん、まあ、音楽作ってくださる方のをいただいて最後スタジオで聞くっていうのが主なので、うん、あんまりこういう自分の家でいい音で聞くっていうの機会がなかなかない立場なので、うん、まあ、一番アニメソング好きなファンに近い位置で今日はいられるかなということで、はい、アニメプロデューサーの三沢と申します。よろしくお願いします。なんか変にそうあれだよね、気張って聞くよりもちょっとこうフラットに聞いてもらった方がいいような気がする、うん、そうですね。だからその立ち位置には今日いられるかなと思います。なるほど、はい、分かりました。じゃあ続きまして砂森さんです。はい、作曲家の砂森と申します。未来古代楽団というユニットで、まあ、アニソン作ったりとか、まあ、ゲームの音楽作ったりとかしてます。で今日ちょっと自分の曲もこのオーディオで聴かせてもらうことになってすげえ楽しみにしてるんだけど、僕も普段は、まあ、仕事で曲作ってて、はい、まあ、大体こう、まあ、スタジオで制作用の機材で、まあ、聞くことは多いんですけど、うん、まあ、確かに普段わざわざいいオーディオで聞こうってあんまならない、うん、やっぱまあ、うん、ヘッドホンとかは、まあ、では聞きますけど、なるほど、っていう感じなんですごい楽しみですね。ただ確かに陽介さん言うみたいに、うん、やっぱ結構ちょっとアニソンとかのファンでも、うん、オーディオこだわろうかなって人絶対増えてるんですよ。増えてますよね。絶対増えてるんですね。多分イヤホンとかから始まってるんですけど、うんうん、そう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 。ね、やっぱプロの僕よりいいヘッドホンみんなしてるから今。いやだからそうだよね。あれっていいの使ってるじゃないですかっていうことがめちゃめちゃ多いんで、うん、で多分次スピーカー来るかなみたいな、うん、みたいな、絶対で部屋に自分のルームを作ってっていう人が絶対これから来るかなと思ってたんで、うん、ちょっとそういうのがね楽しみかなって思って今日来てます。なるほど。あと、まあ、はい、立場的には僕はだから結構作り手な感じですね。作り手な感じですよね、うん、はい、になると思います。よろしくお願いします。お願いします。まあ、もともとね、砂森さんと僕が、エレクトロエクスチェンジっていう、企画でですね、まあ、東京からこうスペインに、そのなんていうんですか、DJ を相互に教え合おうみたいな、教え合おうみたいな音楽 教育のですね、教育ですか、プログラムを別でやってるんですけど、そこで秋葉原でね一回お会いして、でそこからDJ セットちょっと欲しい人がいるんで紹介、そうでそれがキャンチだった、ね、はい、ということで、はい、キャンチの自己紹介お願いします。はい、キャンチアキです。おたいオーディオ YouTube のご覧の皆さん、はじめましてということで、私はそうですね、普段これまでタレントの仕事をずっとやってきたんですけれども、うん、今結構やってるのは司会とか、うん、まあ、イベント系の司会だったりとか、まあ、いろんなことやってまして、他にもヨガインストラクターだったりとか、あと最近はアニメの、なんていうんですかね、それこそ三沢さんもそうなんですけど、うん、プロデューサーのお仕事を学んでいて、アシスタントプロデューサーという
あの役割でいろいろと勉強させていただいてます、うん、でもっと言うとただのオタクなので、うん、でも本当にもうずっとアニメソングとか大好きで、うん、ずっといっぱい集めていてそれを聞くのが大好きで、でもやっぱりもう皆さんと同じでオーディオっていうところにまで興味が、うん、なんかその多分すごい難しいんだろうなとか、うん、すごくやっぱどれももちろん高級で大人の楽しみだから、うん、自分みたいな若輩者がまだ入るべきところではないんじゃないかと思ってずっといたんですよ。そういうことなんだ。そうですそうです。この空間緊張するもんね。少しなんかこう慣れない、うん、こんなずっと木が張ってあってなんかシャンデリアがシャンデリアがおしゃれなシャンデリアあるんですよ。ここピカピカなですよオーディオが、うんうん、逆にすごく可愛いなと思ってますし、うんうん、今日あ可愛いんだ可愛いオーディオこんな並んでる空間すごく可愛いので、うん、モビルスーツのこと可愛いっていう。あ、そうですね、まあそれ可愛いわ。そうそう、ガンダム好きだしモビルスーツ好きなので、うん、ちょっとモビルスーツ的な目線で見てもすごく個性があって可愛いので、うん、なるほど。ちょっと今日は仲良くなりたいなと、オーディオと仲良くなりたいなと思います、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。やっぱね、この3人ね、ちょっとね、すごいくろうとチームなんで、うん、どういうことなの、ね、コメントがね、いちいち企画にすごい綺麗に沿ってるの3人ともすごい、やっぱ喋り慣れてる系なんで、そうそう、慣れてる、うん、もう本当に仕事できるなって感じですけどね一応これが、はい、アニソンオーディオ部の部長と部員ということで、はい、というオーディオ教えてもらう立場で、まあ、あのね、4人で、一応立ち上げたということで、で、やっぱりこういう企画思いついてどうしようってなったら、うん、まず一番最初にですね、あの僕の中でポッと思い浮かぶ顔がこの人なんで、ありがとうございます。何でもやろうみたいな。そうですね、改めて私たちも知りたいのでちょっとぜひご紹介してください。洋介さん、はい、ということでですね、もうミスターテクニクスと言っても過言ではないと思いますが、うん、植松さんでございます。はい、皆さんこんにちは、テクニクスのですね、ブランド担当してます植松です。今日はあのね、うん、オーディオでアニソンを聴くというその企画なんですけども、やっぱりあのイヤホンとかね、ヘッドホンで音を楽しむ、まあ、これも もちろんね、いいんですけど、やっぱりこの実際体でね、音波でこう音を浴びるというとどうなるかっていうところですね、ぜひ体験してもらいたいと思います。で今日はあの、グランドクラスというですね、テクニクスの、うん、商品、アナログプレイヤー、それからアンプ、CD プレイヤー、そしてスピーカーですね、うん、一式持ってきてますので、うん、ぜひあなたも楽しみにしてください。はい、はい、楽しみ、はい、うん、で、あのこの方もあの結構喋りはあの得意で、ずっと喋れるパターンの方なんですよ、はい、準レギュラー、なんか準部員でお願いします。なんか一生この並びでなんか湘南モールフィルかなんかでやりましたよね。やりましたね、スクラッチのなんか大会かなんかでやりましたし、はい、このおっさんスクラッチの大会、スクラッチの大会も作ってもらって、てか DMC を支えてくれてる人なので、DMC を、なるほど、そうです、だこの人 なくてはっていう感じの方なので、まあ、そういう、構成でお送りしたいなというふうに思います。顧問の先生ですかね顧問でいきましょう、はい、じゃあですね、早速なんですけど、はい、今日のですね、まあ、構成、の機器の紹介をして、はい、で実際にですね、今日はあの砂森さんの、担当された楽曲を、うん、実際持ってきていただいておりますので、はい、そちらを聞いてもう部員のですね、もう汚い感想をあのぜひ頂戴したいなという形で進めさせていただきたいなと思います、はい、じゃあちょっと機器の紹介を、はい、やりましょうか。はい、今日はあのテクニクスのですね、はい、システムを持ってきました。順番にちょっと紹介をしていきますが、まず一番上ですね、これがアナログレコードプレイヤーです。はい、あの SL1200GR というですね、品番になってまして、148,000のですね、レコードプレイヤーになってます。すごい、はい、これがアナログレコードでね、うん、楽しめます。これは音が出るわけじゃない、まあ、あのこれを鳴らすためにはもちろんアンプとか、あ、やっぱ別でスピーカーでね、これがいりますので、はい、まあ、これだけでは音は出ないですね、はい、で2段目にありますのがこれが、プリメインアンプ、ね、音を増幅するためのですね、装置ですけども、これが SUG700 という品番で23万円ですね。で、まあ、ここにあのハリメーターがね、付いてます、はい、音が出るとこれがポーンと触れてですね、あのいい感じになりますんで、はい、これを、使っ
はい、3段目にありますのが CD プレイヤーですね、うん、SLG700 という品番のもので、これはあの普通の CD だけではなくてですね、スーパーオーディオ CD っていうのより高音質なディスクですとか、てか最近 MQA っていうですね、新しい CD のフォーマットも出てきてるんですけど、それも再生できます。それ以外にも、ここに USB のポートがついてますので、ここにメモリーを差し込んで入るぞとかですね、はい、そういう音も楽しめますし、裏にはあのパソコンがつなげるようなあの LAN の端子とかですね、USB 端子なんかもありますので、まあ、いろいろネット系の音源なんかもこれ一台で楽しめます。あと Bluetooth もね対応してますので、すごい、はい、あの音を飛ばしてこれで受けてスピーカーから出すこともできますので、はい、まあ、何でもできちゃうプレイヤーということで SLG700、 これが28万円です。あとスピーカーですね、この両側ありますが、黒いこのトールボーイというこの縦長のシステムなんですけども、ここにあのついたですね、この真ん中、ここがあの高い音を出すところなんですけど、はい、でこの周りがあのミッドレンジですね、同軸というスピーカーのシステムになってます。でウーハーが2つついてまして、ここが低い低音ですね、しっかり出してくれますので、はい、こういったシステムで、これがペアで、49万8000円になってます。はい、全部出すと、まあ、100数十万円ぐらいということで、はい、それはオーディオ機器としては本当にもうオーディオ素人から言うと、そのオーディオ機器としてはやはりその、はい、結構なしっかりとお値段ではあると思うんですけど、そうですね、まあ、やっぱでも、ね、もっと上を見たら上もあるし、そうなんです、上を見るともうキリがないというぐらいですね、あの数千万とかそういうシステムもありますし、逆にもっと安い数万円のクラスもありますので、うん、まあ、そこはまあ、好みによっていうね、チョイスできるっていうのがこのオーディオの楽しみでもありますので、はい、組み合わせる自由もあるっていうことですね。そうですね、はい、どういった特徴があるんですか、それなんかこうこういう部分がすごくいいですよとか、はい、まあ、テクニクスの場合はですね、このいわゆる音場表現といいまして、はい、まあ、実際にはここにあのステージはないんですけど、うん、例えばレコードとか CD をかけた時にですね、ボーカルがちゃんとこのステージの中央にこうスッと立っているようにこう、感じるとか、でピアノがこちらに行ってベースがここにいるとかですね、まあ、そういったあのステージ表現までも、はい、できるというところを目指してまして、じゃあもうコンサート会場にいるような楽しみ方ができる、そうですね、はい、それをご家庭では味わっていただくというところが、まあ、僕らが目指しているところですね、うん、はい、はい、ということで、じゃあ早速ですね、もうアニソンオーディオ部だけにですね、もうアニソンで、聞いてみたいなというふうに思っております。はい、まず機械なんですけど、じゃあさっきの G700 ね、はい、これ USB で突っ込んで、ああそうですね、と、このアンプでね、はい、聞くという感じになりますね。で、楽曲なんですけど、スナモリさんの、はい、僕の曲をちょっとかけてもらおうかな。おー、はい、これ悠久のユーフォリア、宿命の涙、ネバーディスペアの、結構長いんですけど、うんうん、これあのハイレゾで作ってて、はい、まあ、それこそなんか、これのプロデューサーの人がもともとあの昔のゲーム の、うん、まあ、続編みたいなのを、うん、あの要するに同人って分かります、うん、同人で作ってるんですよ、うん、で、まあ、その昔のファンの人がすごい作りを作ってくれてるので、うん、まあ、その本人のプロデューサーが作ってるんですけど、その人が結構本当オーディオとかハイレゾとかハマっちゃって、ヘッドホンとかイヤホンとかを買うようになって、うん、で、もともと CD で作ってたんですけど、ちょっとサナさんハイレゾで作りましょうよって言われて、うん、じゃあやりましょうとか言って、うん、まあ、作ってるやつですね、うん、の曲で、あの田中みな実さんっていう声優さんに歌ってもらってるんですけど、うん、割とあのファンタジーの作品なんで、結構弦とかピアノとかが割としっかり入ってくるような曲になってます、うん、なるほど、はい、じゃあそれちょっと聞いてみたいなと、はい、緊張するな思います。じゃあちょっと素直に席についていただいて、これまっすぐっていうのがまたちょっとヒントですよ、ね、そう、このフォーメーションがね、このフォーメーションが大事なんですよ、はい、これ完全に3連生ですよねThank you.
ということで聞いていただきました。いやすごい、いや圧倒というか、人生で初めてこんなに音楽を体に取り込んだ感じがします、うん、もうなんか、はい、なんか逃げられない感じというか、全部入ってくるんですよね、包まれてる感じ、包まれてる、そう、うん、なんか、うん、こことこのスピーカーだけですよね、音出てるの、私全部から出てるのかな、なんか回ってる感じの、そう、なんかね、2つのスピーカーから聞いてる音とは思えないような、なるほど、感覚ですよね、まあ、浸透率の楽曲もなんかそのいろんな楽器があったじゃないですか、うん、バイオリン、ピアノとか、そのあと打ち込みの音とかまで、はい、なんかこうなんか並列じゃなくてこうなんか奥行きがある感じのなんか聞こえ方がしてたんで、うん、ヘッドホンよりもさらになんかすごい深い感じ、あのヘッドホンだとその奥行き感っていうのがなかなか出しづらい感じするんですよね、そこは本当に2ちゃんのスピーカーの、はい、あの、まあ、決定的に有利な点だとは思いますよね、まあ、実際はね、今言われたようにあの音はスピーカーユニットから出てるんですけど、聞いた感じはやっぱりこういうね、ステージがバーンっていう感じで、後ろの方とかまでこう、そう、なんかね、体が温かくなった感じがします、はいはい、でこう体でこう浴びてるような感じに、ね、なりますから、やっぱ振動してるんですかね、そうですね、体のせい、あの体って 70% が水分じゃないですか、はい、なんかそれがじわじわ揺れてるから、はいはいはい、なんかポカポカしてる、さすがヨガ、ヨガにしなくた、なんか本当にそういう感覚があります、ね、まあ、音自体がね、音波っていう、この波でね、こうずっと伝わっていくんですよね、はい、それをやっぱ体でこうあの受け止めてるので、そういう感覚があるかもしれないですね、まさかの健康効果、三沢さんベース出た瞬間にすげーって言ってたけど低音が超そうしっかり出ますね、うん、砂森さん的に、まあね、作った張本人だし、これはあのソニーの乃木坂スタジオでマスタリングしました、マスタリングしてっていうことなんですけど、まあ、散々いろいろモニタースピーカーでも聞いてきたと、いかがでしたか、やっぱ作ってる時って結構ここまで大きく聞くことも実はあんまなかったりして、逆にかえってちっちゃく聞いたりとかするんですよね、まあ、まあお客さんの環境想定してとかなんで、なんかこんなに自分の曲ちゃんと聴いたのも初めてだったいや俺こんな楽器入れてたっけみたいな、いやだからやっぱ発見がでかいですよね、すごい、やっぱなんていうんですか、解像度が高いっていうか、この結構おぶりでなんか裏メロとか入れるの好きなんで、ちょこ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 仕込むんですけど、なんかこう自分も仕込んだこと忘れてるし、まあなんかこう大抵の人には聞こえてないだろうなみたいなやつが、はいはいはい、結構全部、あ、そういえば俺こんなことしたみたいなのがめちゃくちゃよく聞こえてきて、それが面白かったですね、なるほどなるほど、いいあのシステムで聞くと、今言われたようにこうなんか今まで聞こえてなかったそうよ音がこう聞こえてくるとかね、まあ、そういうやっぱりその再生能力とかっていうのはやっぱりこういうあのオーディオ機器、まあ醍醐味ですよね、許そう、許されるの、そう、分かる分かる、アニメを作る時ダビングっていう作業で、セリフが入ってて、で音楽があってもう出来上がった音楽があってデータで、であの SE ってあのガシャンとかサウンドエフェクトがあって、それ全部を全部一緒になったのをバランスを取ってじゃあ聴いてみましょうって言って最後スタジオで聴くんですよ、なるほど、だけど音楽だけでここまでで聴くっていう機会がなかなかなくて、あのあ作ってらっしゃるところにお邪魔すれば、多分聴けるんでしょうけど、あんまりないんですよアニメ作ってる方としても、だからすごい新鮮だったし、これが逆に言うとこのスピーカーセットがあれば聴ける、アニソンをここまで聴けるとかってなるのは新しいです、僕的にも新しいし、全然違いますよね、体験として全く別の体験でしたよ、できるんで、これはみんな体験してほしいですね、アニソン好き集まってアニソンかける会みたいなやつ、これできる、すごい機材があったらできちゃう、音楽だけでなんか集まれますよね、砂森さん買おう、砂森さん買おう、許されるならね、許されるならね、いや本当になんかすごい沼じゃないですか、うん、これは沼ですね、沼ですよね、飛び込みたいけどちょっとまず砂森さんからやっぱり気取りかお仕事でも使うじゃないですか、ね、でみんなでウィンドショーがね買っていただかないといけないですね、やっぱ作ってる側でもすごいオーディオ好きな人とかも結構いる、やっぱ作ってる側でもめっちゃこだわってるのも多いんですよ、だから多分普段聞いてたやつをちゃんとしたシステムで聞くと、あれこんなになってたんだって絶対多分アニソンでも、ああそうだ、確かに、うん、オタイオーディオさんでここになんかそう例えばまあ不定期でアニソンオーディオを聞く時間帯やるよとかっていうのは、なんかまあ
来てくれる人がいたら、なんかアニソン好きな人が集まりそうな。で、買ってくれたら。そうだよね。うん、なんか、テクニックスさんのやつ。ねえ、ちょっと、勘の横むっちゃ聞きたいわ。あの、結構あれ、アニソンの楽曲って、今、実は、すごい予算が行きやすいんですって。で、要は、あの、声優さんとかが、今、普通のアーティストさんと比べると、あの、まあ、いわゆるトップ10に入ってる方って結構アニソンが今多いんですよ。うん、多い多い多い。っていうことは、音楽、僕映像なんですけど、音楽 PV とかの予算も、実は声優さんの PV の方が予算高かったりするんですよ。っていうぐらい、結構お金をちゃんとかける。生々しい話になってきた。いや、確かに。いや、もう面白い面白い。あの、アニソンに対しての、要は、あの、楽曲にお金に使うっていうのは、今、実は結構熱いので、なるほどね。クオリティが高い楽曲が、アニソン多いんですよ、うん、そうですね、やっぱりそのいい機材で、うんうん、クオリティ高い音をいい音で聞くっていうのはアニソンはもうバッチリなかなっていうので、その機会をね、やっぱこういう場があるんで、ぜひちょっと作ってもらえると人集まりやすい、これとか2496で作ってるんですけど、ちょっと前で最近だとやっぱ3296で作ることもあるし、そうなの、あの192にすることも稀にありますね、あのちょっと制作が大変になっちゃうんであんまりやらないですけど、地球にまでは3296ぐらいまではよく結構出てる、やるんだ、こだわってるとこはこだわってるんで、その中でね、あのこだわってる情報量を多分余すことなく聞くには、そういったらまあ結構マスタリングの時の感じに近いですよね、やっぱね、体験としては。なるほどね。そう。ただそれやってる時はもう完全にもう仕事耳というか、作業で、どっちかっていうと荒探しというか、そうだね、荒探しだよね。ずーっとしてるモードになってるから、こういう風にこう聞くっていう楽しむみたいなモードで聞くことってないっていう、それ確かにな、家とかでやれるとすげえ素敵だなと思いましたね。だから渋谷にあのクラシック専門店のカフェ喫茶店があるじゃないですか。だからああいうのでなんか最近アニソンバーとかも増えてるじゃないですか。やっぱ音響システム入れてほしいですよね、ここまでの。ここまでの音響システム入れてるとこないですよね。ないですよね。だからちゃんとこういう音楽聴く部屋っていうのを、多分ちょっと500円とか別料金とか取って聴けますとかで。あ、でもたまにお金取れるよ、はい、って言われる。あ、だと思います。だからそれだから商売されてるところこそ、なんかこのね、スピーカーとアンプとか、なんか置いてほしいですね、これは。ね、はい、名曲喫茶みたいな。名曲喫茶、そう、アニソン、ね、喫茶の。アニソン名曲喫茶みたいなね。やりたい、で。それもキャンチさんに運営していただいて。あ、そうですね。私がママをやるしかないです。はい、はい、スポンサー募集しております。はい、ということで、まあ、テクニクスのセットで、聞いていただきましたね。すごい。まあ、実際ですね、この G700 なんですけど、本当にあのテクニクスで最初の SACD を、はい、あの聞くことができるプレイヤーとなったんですよね。はい、今まで、あの、よく触れております。これもうだって今ね、もう街だもん。あ、街なんだ。全然生産が追いついてない。はい、まあ、ネットプレイヤーにもなるし、CD プレイヤーにもなる。すごい万能ですね、この機械。万能。しかもデザインもね、なんかすごいおしゃれですよ。とっても綺麗、シルバーが高級感があって上品です。ガチャガチャしてないね。必要最低限なこのね、すっきりしてますね。形で綺麗です。ですよね。はい。まあ、アンプも確かに、さっき言ってましたけど、VU もかっこいいですよね。VU かっこいいですね。ね、この針が触れるっていうのがまたね、見ていてすごく素敵です。ね、若い人は最近 VU が、そうなんですね、いいって言ってね。はい。こうね。いい日で針メーターがね、ここに来て、はい、で上間さん、あのこのスピーカーなんですけど、はい、ちょっと僕もこれそんなに聞き込んだことないんだけど、はい、何番だったっけ、SB-G90、 あ、 G90 だ、はいはい、3年前ぐらいにリリースされたんですね、はい、そうです。でもこれ本当に、まあ、情報量多いし、はい、帯域も広いし、そうですね、素晴らしいですね。で、ペアで60万だったっけ。ペアで50万円。あ、50万円。はい、いや、ほんと十分だなって感じしますね。清水の舞台から飛び降りたらって感じがしますね。このサイズで、ペアで50万って聞いたとき、ちょっと、あ、安いって思っちゃった自分がいましたね。あの、聞いた後はね。はい。あ、てかもっとちっちゃくて、あの、まあ、ここに置いてあるやつなんで、まあ、ペアで50とか、なんか、まあ、サイズでちょっと、はい、なんか素人は、はいはいはい、あの、でかいやつが高いんじゃないかみたいなのがあって、
なんかそれも兼ね備えてるけど、すごい、うん、サイズ以上にスケール感っていうのね、はい、ありますね。出たんで、これちょっと体験してほしいな、みんな。本当ですね、うん、ここに来れば聞くこと、視聴もできる。あ、できます、できますということですよね、はい、あの入室料もかかりませんので、お今のところ今のところは。じゃあ皆さん、名古屋にお越しになった際はぜひこちらでね、視聴してみてください、はい、本当にこの体験を伝えきれないから、そう、ね、やってほしいよね、はい、聞いてもらってなんぼですよね、あの、この音は。いや、本当そう。やっぱあれですよ、小学校の義務教育でオーディオの時間を1個作って無理やり全員体験させといたらいいと思います。ちっちゃい頃からロビーカスをしよう、じゃあもうこのいや、そうですね、オーディオ部で。でも音楽の時間の1年に1回その時間があってもいいんで、うん、本当にいい音を聞くって大事。それはそうかもしれない、うんうんうん、なんかこう例えばですけど、学校でクラシック聴きに行くとかありますけど、うんうん、なんか何を見たらいいかわからないですよね、結局その、うん、教える方が音質ってこうなんだよとか、そういうことをやっぱ教える時間があってほしいので、うん、専門家の方にやっぱ入ってほしいです。まず学校の音楽の先生向けのガイダンスをここでやって、でそれを各学校でどう授業を取り入れましょうみたいなのを検討していただいてみたいな、ね、必要でしょう、教育に、うん、そうですね。ちょっとじゃあロビー活動行きましょう、はい、勝利、ね、ぜひ体験をこうね、なんか小学校、中学校、高校の12年間どっかでは必ずピュアオーディオに接しますみたいな、そうですね。砂森さんとか得意そうだから、はい、やりましょう、講師でやりましょう、はい、ということで、今日はね、悠久のユーフォリアシリーズの、曲名がこれはベスティア、ベスティア、はい、という曲を、聴いてみました、はい、ということでありがとうございます、ありがとうございます。